県は7月の記録的な大雨の被害額について過去最大となる913億円を超える見込みを明らかにしました18日に開会する県議会に生活再建支援に関する予算案を提出する予定です昭和38年豪雪災害以降の本県の自然災害として過去最大となる見込みです県によりますと公共土木や焼香 農林水産分野などを含めた7月の記録的大雨の被害額は現時点でおよそ913億円と推計しています吉村知事はこうした甚大な被害を受け18日に開会する県議会で復旧支援関連の予算案を提出する予定です。具体的には公共土木施設や農地 企業の施設設備の復旧支援をはじめエアコンや冷蔵庫などの生活家電の購入も支援し被災者の生活再建をサポートするとしています引き続き被災市町村や関係機関団体とも連携を図り一日も早い復旧・復興に向けて全力で取り組んでまいります